なんなんだ。Talking about. My guy spikes his wing. Boop boop. Yeah, one more. Ridiculous. Go holla at Bob the God. Wait, I gotta get all of my things. Oh my God. Can't go down there. I think that's only in part two. Yep, I can go fast.
shut? 久しぶりだな、レーナ。ギリューちゃん。そうだったの、風間さんが。でも、キリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやっさんは俺に言った。ユミを頼むってな。うん。あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリュウちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で、今その水木は？それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女、ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山くんのこと聞かないんだ。それとも、もう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。うん。ねえ、キリュウちゃん。ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。Just there. ちょっと寄ってきませんか？おい。うん。まさに運命の出会い。そう来ると思う。Touched. さすがや。Fight forever.
またな、キルちゃん。おもろいな。そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お？何？ああ。はよ出さんかい。え？Oh, I forgot I had the brass knuckles. Oh, wait.